はい、ということでですね、本日はですね、こちらですね、もう大変なことになってますね。いやー、まさかまさかっていう感じだったんですが、もうちょっと購入した時に、これね、大丈夫かなとか思いつつね、購入したこちらはユーフォルビアのクンチーということですね。まあ海昆布のところを見ていただけると分かるんですが、めちゃくちゃ腐ってました。もうね、すごい匂いするぐらいもう腐っておりまして、今他のところでもっと腐ってる部位がないかっていうのをいろいろチェックして、まあ、その皮を剥がしたりして、白い部分ともうぐじょぐじょの部分、もうねぐじょぐじょの部分はね、上から触った瞬間に穴が開いてしまうぐらいもうぐじょってるんですよ。でこの部分をね、どうしたらいいのかっていうのが正直なところ分かりませんでした。これね、でもね、やりましたよ。焼いてみました。もうね、私に今できることなんだろうと思って考えたんですよ。薬剤も今そんな持ってないし、まあそもそもめちゃくちゃ腐ってるし、もうとにかくこの腐りをどうにかしなくちゃいけないと思ったら、もうねファイヤーするしかなかったということですね。はい、もうめちゃめちゃね焼きました。もうこのね、100均で買ったターボライターのね命を吸い尽くす勢いでね、この腐ってる部分をねもう焼きましたよ。もうくすみになるぐらいもう焼きました。はい、もう焼きましたね。はい、このね焼いてる時やっぱね思ったんですよ。海昆植物のこの海昆布、なんかね焼いてるとジャガイモみたいな匂いしてくるんですね。びっくりしてましたね。まあ腐ったとこはほんと臭いんですけど、だんだんね香ばしい匂いに変わってきて、これもしかしたら食べられるんじゃないのってちょっと思いました。まあそれはちょっと余談なんで、紙いやちょっとね、もうここまで腐った植物を買ったの久しぶりだったんですけども、とにかくねもう驚きましたね。これ売ってるのかみたいな、まあ、どこどこの植物屋さんっていうのはあえて伏せるんですが、まあ、これね実は植物屋さんでこういった植物を買って腐ってることって、まあ、意外と多いですよね。私もこれ別に、まあ、この海昆植物的なのでは初めてでしたけども、まあ、こうやって植物を買って家に持ち帰って根っこ見てみると全然根っこがなかったりだとか、まあ、これはねしょうがないのかなとも思うんですけども、まあ、そこをね見抜けなかったっていうのがね、まあ、完全な私の落ち度だとは今回思っております。で今回ね、まあ、普通だったらもうこれ一回乾かしてあげた方がいいと思うんですけど、もうねもうやけになってた部分もあって、もう植え込んどこみたいな、もうこれ植え込んどいてダメだったらもうダメだしなとか思ってねやっちゃいました。こちらは赤玉土だけでね今回は植えてみています。まあ、そこにはね鹿沼石をやってるんですけども、基本的には赤玉土オンリーでちょっと植え込んでみました。で表土にはね、まあおしゃれにねこちら富士砂ね贅沢にやってみましたよ。もうなんかね気狂った勢いで植え込んでみましたね。はい、ということでこちらのユーフォルビアクンチがこの1ヶ月後どうなったのかっていうのをねちょっとお知らせしたくて今回動画に収めてみましたので、1ヶ月後の様子をねぜひご覧になってください。どうぞ。はい、そしてですね約1ヶ月が経ちました。このブショブショに腐ったところ真っ黒になってるんですが、他の部分がですねようやく、まあ、発根してきたのか硬くなってきましたね。もうここも結構もうブヨブヨぐらいだったんですけど、まあ、それは水がないからっていうような感じで、でもそれでもね今ようやくこんぐらい、もう結構きつく握っても無事にね根付いたのかなと思います。いや腐ってる時は本当どうしようかと思ってあんまりやったことなかったんで、とりあえず焼いてみたんですけど、まあこれで大丈夫なのかなって感じですね。直射日光に急に当てたったりしてるんで真っ赤になってますけど、まあ、なんとか日陰移せば復活してくれるんじゃないのかなっていうような感じもしますね。はい、ということで本日は物色中に腐ってしまった海昆植物の海昆布を焼くというねお話でした。うんちね、いやーこんだけ復活してくれてよかった。 おしゃれな植え方。本当はね、リトマンさんがね、ユーフォルビア動画出すって時に、じゃあ俺もその時に出すよって言ったんですけど、出せなかったんですが、今ようやくこうやってね、復活してくれたんで、動画を出せてよかったです。ご視聴いただきどうも。